はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えっと、レギュラーね、今まで、えっと、ポジション別でやってきましたけれども、まあ、これでね、締めたいと思います。もしも僕がね、2022レギュラーでチームを組んだらどうなるのかっていうところを、今日やっていきたいなと思います。まあ、これね、以前ね、あのー、企画どうですかともらってまして、本当はね、 あの、最初のシリーズ、あの、最初のシリーズ追加来た後にすぐやろうと思ったんですが、まあ、よくよく考えたらね、追加も来るっていうことが、まあ、まあ、ある程度僕も分かってたんで、まあ、それ終わってからやろうかなと思って、結構温めておいたんですよね。<laughs> 実は、はい。実はこれ前からやろうと思ってて、まあ、これでね、はい、22レギュラーシーズンの評価をすべて終わりにしたいと思います。本当の終わりは。 これで今日は締めたいと思います。ちょっと雷が外なってますけれども、ちょっと音入っちゃうかもしれないですけど、やっていきたいと思います。はい。じゃあね、まあ実際ね、まあ 433B で巻組もうと思うんですけれども、まあやっぱりね、今はもう連携とか追加されて、まあそういうのもね、ちょっと意識しながら、ちょっと自分なりに組んでみました。まあこれをね、もしよかったら参考にね、あとはまあ限定手に入れたら限定出た選手と変えるみたいな感じで、まあ基礎としてね、 扱っていただければなと思います。まあ、結構そのね、僕のところにもやっぱ GK クリニックとかを通して、やっぱ皆さんね、あの、褒め相談とかにも来るんですけれども、まあ、こういう動画からもね、結構読み取れることあると思うんで、ぜひね、あの、最後まで見ていっていただければなと思います。じゃあやっていきますか。はい。じゃあ早速もうポジションからいきますか。じゃあゴールキーパーまずいきましょう。じゃあゴールキーパーは、えー、この選手です。ドン はい。清水エスパルスの権田修一選手を選ばせていただきました。まあ、これはね、選んだ選出リオとしては、えー、スキルがね、やっぱりいいというところ。まあ、ゴッドハンド、1対1集中力、ハイボールディフェンス。まあ、この3、ね、この3つというのはもうゴールキーパーとしては、まあ、上から1,2,3ぐらいの順番付けできるぐらいのスキルなんで、まあ、すべて持ってるし、まあ、順番もいいということでね。はい。ここはやっぱ強いかなというのと、やっぱボーナスセンスがね、はい。ディフェンス20%アップ。まあ、これも非常に 査定が,上がります、ねはい、なので、まあ、すべて評価した結果、はい、権田選手をちょっと選ばせていただきました。じゃあ次いきます。センターバック、まず1人目、この選手です。はい、FC 東京、森重正人選手です。まあ、ここは文句ないでしょう。はい。まあ、ピンポイントタックル、インターセプト、フィードということで、こちらもね、スキル3つある中の、まあ、もう本当にベストな3つかなっていう感じがしますし、まあ、今、ベスト、まあ、100%パーとは言えないですけどね。 うん、まあ、文句なしかなって感じがします。やっぱ能力値もね、抜けてるのもあるし、まあ、ボダ戦がディフェンスというところもね、すごく評価高いんで、まあ、ここは文句なしの、はい、選出になりました。じゃあ、もう一人、まあ、いろいろいますけどね、センターバック。やっぱり、今まで僕も、まあ、動画いろいろ作ってきて、まあ、いろんなね、やっぱ JK クリニックとかやってても、まあ、この選手いいよ、この選手いいよってずっと押してきたりとか、まあ、この前ね、センターバックの7選選ばせていただいたりとかしたんですが、 はい、じゃあこの選手でいきましょう。どうぞ。はい、えー、名古屋グランパスの丸山雄一選手です。やっぱね、スキルがいいね。うん、空中戦と、えー、ハードタックルとパスカット。うん、個人的にはやっぱ強いかな。うん、やっぱ新、新時代をね、作っていくであろう、このレギュラーカードを僕はちょっと押したいなと思います。まあ、ボナセンディフェンスもいいしね。はい、まあ能力値、能力値も文句ないし。 やっぱね、空中戦はね、やっぱね、あったがいいと思うんですよね、今の環境ね。僕はやっぱ使いたいなと思っちゃいましたね。はい。じゃあ、続きまして、左サイドバック。左行きますか。左はね、この選手で行きたいと思います。はい。大分取りにいたの、三沢優斗選手です。これね、正直ね、佐々木翔選手とね、迷ったんですよね。はい、すごく迷いました。どっちかな、どっちかなって考えたんですけれども。まあね、一つ、面を分けるところとしては、テクニックタイプであったことね。 皆さん気づきましたが、今までのこの3選手プラスミサオ選手全部テクニックタイプなんですよね。今回のレギュラーでテクニックタイプがすごくいい選手多くて、まあ、ここタイプは組みたいなっていう連携がね、組みたいなっていうのを意識しながらちょっとここら辺でね、はい、ちょっと差が出たかなって。まあ、正直佐々,木佐々木翔選手はま、いいのはいいんですけど、まあ、ね、B のインターセプトもあるしね、まあ、ミサオ選手でいいのかなと正直思いました。はい、ボナセンスタミナもね、悪くないしね、まあ、文句ないと思います。 じゃあ続いて右。右ね。右もね、まあね、岩田選手だったりとか、はい。まあいろんな選手いますけれども。<laughs> じゃあこの選手でいきましょう。はい。ミッセル神戸牧の智明選手です。はい、ここもね、グレード85ながらもピンタクインターセプトの組み合わせで、はい、能力値もね、ディフェンス高いということで、まあ個人的にはやっぱ評価高いですね。まあボナセのパワーはまあまあまあ、ちょっといいぐらいかなって感じがしますけれども、まあ十分に、はい、この感じだと、まあサイドバックなんでね。 十分にこれぐらいでも期待ができるんで、はい、ここも文句なしかな。正直、個人的にここはちょっと迷わなかったかな、という感じです。じゃあ次、ボランチ二人ね。じゃあまず一人目行きましょうか。この選手です。はい、川崎フロンターレの谷口翔吾選手です。まあ、ここもね、はい、スキルもいいし、もう能力値もいいし、ディフェンス高いし、 もう、文句ないでしょう。まあ、ボナセンのテクニックはちょっとあれですけどね。まあ、テクニックタイプなんでついちゃったんかなって感じがしますけど。まあ、これはちょっとね、まあ、なんとも言えないところですけれども。まあ、でもね、十分あの、能力士としては足りてると思うんで、まあ、守備のね、要として最終ラインでね、あ、最終ライン前でね、ボランチのあのラインで止めてくれることを期待しての起用になります。じゃあ、ここね、もう一枠。はい、あ、いろんな選手いますね。岩田選手だったりとか、まあ、テクニックタイプだしね。まあ,あと、柳選手だったりとか。 うん、こういった選手、僕結構押してきてるんですけど、レギュラー。はい。もう一人はこの選手です。はい。鹿島アントラーズのミサオケンと選手です。これやっぱね、兄弟でね、ベスト11にちょっと入れちゃいました。まあこれね、サプライズ選出かって言われたらそうじゃないんですよね。まあ個人的にはやっぱり高いディフェンス力もあるし、まあボナ戦もね、それを後押しするように、ね、ディフェンダー20パアップだし。で、タックルは一応持ってるんですけど、これね、空中戦の話前したんですけどね、確かにエンパスのね、 弱点はあるんですけれども、あえて、あえてミサオ選手を使いたいなっていう。うん、やっぱ空中戦のね、期待値にかけてみたいなと、ここは。<laughs> まあ、能力値もあるんですけどね。これ、ボナ戦ディフェンスだったら、ディフェンスじゃなかったら使わないんですけど、ボナ戦ディフェンスなんで、ここはちょっと期待を込めて、の選出とさせていただきました。はい。じゃあ、トップ下ね。 トップした一枠ですけれども、この選手でいきたいと思います。はい。サンフレッチ広島の森島つかさ選手です。ここはね、やっぱり文句ないかな、個人的には。まあ、レールパス、ミドルシュート、フェイントドリブルということで、まあ、無駄なスキル一つもなくて、なおかつやっぱレールパスがね、やっぱ印象がいいですね、個人的には。はい。まあ、エンジェルパスとかもいいんですけど、やっぱりちょっと抜けてる感じがやっぱ個人的にちょっとしちゃうんですよね、うん。印象がいい。僕の印象がいいんで、まあやっぱエンパスよりもレールパスがやっぱり、 うんまあ、上位スキルだしね。というのもあると思うんですけど、まあ、やっぱ軽さとかも考えても、やっぱこっちの方がいいのかなって感じがしちゃいますね。はい。ちょっと外うるさいですね。<laughs> ちょっとうるさいですね、車の音がね。はい。気を取り直していきましょう。まあ、ここはね、やっぱね、アシストを期待ですよね。はい。CFA のつなぎ役としてしっかりあの活躍してほしいなと思います。はい。ということで、じゃあ次なんですけれども、次じゃあ右ウィングからいきますか。 右ウィングはもちろんまあこの選手です。はい。川崎フロンターレの家永岐弘選手です。まあ、家永選手は重くないでしょう。はい。右ウィングといえば、やはりこの選手だと思います。まあ、スキル構成もね、ロングループフラスル、クロスということで。まあ、やっぱりね、個人的にこう前も話したんですけど、去年のレギュラーも十分強かったんですけどこれ、ね、やっぱね、3スキルになってクロスついたことでね、幅は広がりましたね。うん。深くまで行っちゃってもクロスがあると思えばね、結構活躍の。 幅も広がりましたし、まあ、すごくいい登場だったかなと思います。まあ、これを超えるレギュラーカードは今んとこないかな。うん。ウィングのね。はないと思うんで、まあ、ここは文句なしで選ばせていただきました。まあ、ここはもう信頼で、はい、使いたいなと思います。じゃあ、左ね。左誰なのかと言いますと、左ウィングこの選手でいきましょう。はい。京都産が FC の松田天馬選手です。 まあやっぱね、個人的に前、エンパスのちょっと重要性とかいろいろ話をしたんですけれども、やっぱここね、エンパスとチップの二刀流というのがやっぱ魅力が正直あります。はい。やっぱね、空中対策というのが今後進んでいく中で、まあこれはエンパスもね、はい。まあ地上ハウパススキルということで。まあチップがダメならエンパスがあるじゃないかということで、やっぱ引き出しが多い方がね、うん、アシスト選手はやっぱりいいと思います。はい。まあし、まあし、まあトップ下だとね、チップは別になくてもいいんですけど、 ウイングでやっぱ二刀流持ってるっていうのは結構ね、使ってる方としても正直安心感がありますね。まあね、今後のことを考えてですけど、まあチップ対策とかされたときに、まあ円パスでね、攻めていってほしいなっていう、個人的には、はい、そんな思いで起用したいなと思います。もうここも本当期待ですね。はい。 じゃ、ここまで来て、一番正直難しいであろうセンターフォワード。でも個人的にはそんなにここ悩まなかったですね。まあチームの組み方でね、まあ見えてくるものがあるんですけれども、まあ両ウィングはまあフラスル系でね、組んでるということで、やっぱりこの選手でしょう。はい。はい。ビファレン長崎のクリスティアーノ選手です。まあこのスタメンね、他の選手見るとやっぱ彼しかいないんじゃないかなと思います。やっぱ異次元とボレー持ってるというね、はい。すごくやっぱ組み合わせがいいです。はい。個人的にも印象がいいです。 やっぱボナーセンドね、オフェンス20%アップも、これも後押ししてますね。はいまあ、異次元エースストライカーの組み合わせとかでもいいんですけれども、うん、個人的には、こっちかな。まあ、PKK 選手がいないというね、うん、ちょっと弱点はあるんですが、まあ、オフェンスガチガチでなんとかしてもらいましょう。<laughs> そこはもうゴリ押しでなんとかしてほしいなと思います。はい、まあ、1社に3点ぐらい取ってほしいですね、このメンツだと。はい でね、まあこれプラス、まあスタメはね、ここまでなんですけれども、じゃあ交代要因ね、まあここも当然考えてきたんですけれども、じゃあまず右ウィングからいきますか。はい、この選手です。まあここはね、はい、名古屋グランパスのマテウスカストロ選手で行きたいと思います。まあ、やっぱスナイパーですね。まあ昨日のゴールもやばかったですね。僕見ましたけど、ベストゴール候補ですね、あれはね。<laughs> もうスナイパーって感じですね。僕スナイパーだったらマジ、うん、マテウス選手だと思う。うん。やっぱスナイパーって誰ですかって聞かれたら、 1一番に名前が挙がります。はい。やっぱね、ここの期待値はね、やっぱトップ出場のカットインからアーチドライブまで綺麗な流れをね、毎試合期待できると思います。はい。途中出場の強さ、まあ、強みをね、生かして、まあ、ここは頑張ってほしいなと思います。じゃあ、左。左誰使うのかって言ったら、この選手でいきたいと思います。はい。レノファ山口 FC の高木大輔選手でいきたいと思います。まあね、 高木大輔選手のお父さんといえば、まあ、高木豊選手、はい、野球選手ですけどね、もっとね、もう遺伝子を受け継いで、バリバリに素晴らしい能力をもらってます、ジェグラでもね、もう能力値もいいし、スキルもいい、ボナセンもいいということで、まあ正直文句ないです、はい、グレードとかも関係ない、86とかも関係ない、僕には96に見えます、はい、それ以上の、まあ86以上のね、<laughs> 96以上って言ったらちょっとあれやからな、86以上の力を占めてると思います、もう秘めてると思う。 もうここはもう文句ないです。はい。もう一択でした。個人的には。はい。じゃあ、ここまで来て、センターフォワードのね、交代どうしようかな。まあ、いろいろ交代のね、やり方、まあ、流れとかも考えてやったんですけれども、まあ、この選手でいきたいと思います。はい。レオセアラ選手でいきたいと思います。ここね、レオセアラ選手もね、素晴らしい能力で、異次元エースストライカー。で、これ、オフェンスアップということで。 ただね、ここね、一人ね、もう一人ね、悩んだ選手いるんですよ。アンデルソン・ロペス選手。まあ、ここ当然悩むんですけど、まあ、アンデルソン・ロペス選手って、まあ、単純に見たら、レオ・セアラ選手の上位互換なんですけれども、交代ってなるとね、ちょっとね、怪しい部分があるんですよね。まあ、適正見たらね、左ウィングあるんですよね。で、この、なんていうかな、総合力的に言ったら、アンデルソン・ロペス選手が2番目に入っちゃう可能性もあるわけですよ。まあ、わかんないですよ。試してみないと。 2番目に入って、もしウィングに入っちゃったら交代うまくいかないんで、ここはもう安全策でレオ・セアラ選手選ばせていただきました。交代うまくいくんならアンデルソン・ロペス選手でも正直個人的にはいいかなと思いました。はい。ということで、まあ、このメンツでね、僕だったらレギュラーを組みたいなっていうところなんですけれども、じゃあ連係どうなるんっていうね、連係もちゃんとちょっと確かめてみきたんで、はい、こちらになります。まあ、ちょっと足りないところはね、あの、代用の、同じタイプの選手とかでちょっと代用してきましたけれども、はい。 まあ攻撃の起点とタイプスターズのテクニックが出るということでね、攻撃の起点ってすごくいいんですよね。うん。これはね、いいです。はい。もう自分で見てみてください。<laughs> タイプスターズは文句なしにね、6人連携で、はいタイプ。同じタイプ一致した選手で発動するということで、まあこれもやっぱ強いですね。はい。この2つ、まあ発動できれば十分かなと思います。まあこれのためにちょっとね、テクニック優先したりとかもしてたんですけれども、まあうまいことね、まあて、まあ、連携もハマったかなって感じがします。 はい。ということで、じゃあ今日のまとめですね。まあ一応左にちょっと組んだ結果をちょっと載せてますけれども、まあよかったら見てみてください。まあ素晴らしいチームね、やっぱね、レギュラーだけでも組めます。はい。十分組めました。まあ限定もやっぱね、素晴らしいカードだらけなんですけれども、やっぱレギュラーね、基礎はレギュラーだと思います。足りないポジションとか、自分に足りないポジションとか、やっぱ強化したいポジションというのは、まずレギュラーの選手を見て、 まあ、どの選手がいるかなっていうのを確認は常に行っておいた方がいいかなと思います。まあ、それを頭に入れておくだけでも、やっぱり今後のね、チーム育成にね、関しても、まあ、例えば、まあ、どの選手から育成すればいいかなとか決めるときにも、あ、今回、今回のレギュラーこの選手いるから、ここ引いちゃったらなとかそういうことも考えれるし、まあ、育成のね、順番とかの参考にもなるので、しっかりとね、頭の中に入れておくことが大事かなと思います。 で、限定はね、限定で越したことがないので、まあ当然引けばね、その上位互換の選手とか当然出てくると思うんで、そこはね、入れ替えてね、使ってあげればいいのかなと思います。ということで、じゃあ、まずね、皆さんも、レギュラーしっかりと向き合って、はい、どの選手が強いのかとかね、まあある程度僕なりにまとめたつもりなんで、ぜひね、他の動画も見てあげてください。はい、まあ見れば多分わかると思いますぐらいの内容でお送りしたはずなので、よろしくお願いします。ということで、 じゃあ今日の動画これで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。